はい、皆さんこんにちは、吉田美正です。今日も英単語いきまーす。今日はですね、こちらですね。canal、運河という意味ですね。これはですね、馴染みが、まあ、普通はあんまないのかなっていう言葉かなと思います。と、キャレンダーとかですね、ボトルとかですね、バターとか、ね、アルバムとかに比べたら全然ですね、運河ってなんだっけ英語でって感じだと思うんですね。canal でございますね。これを覚えましょう。これはですね、橋、あれ?あ、俺が掴んじゃってるのか、これ。はい。パナマ canal。パナマ運河ですね。太平洋とカリブ海を結んでる運河ですね。パナマ運河とかですね。あと有名なところですね。スエズ運河。スエズ運河とかですね。これは地中海と黄海をですね、結ぶですね。エジプトにある、運河でございますね。スエズ運河とかですね。パナマ運河有名でございますが、まあ、でも覚えるのにはですね、どうしたらいいでしょうかね。キャナルはまあしょうがないんで、まあ、繰り返し覚えるしかないですね。キャナル運河。まあ繰り返し覚えるしかないですね。さっき言ったようにですね、キャレンダーとかですね、バトルとかと比べたら全然ね、覚えないと分かんないやつですもんね、これと思います、自分的には。いや、運がカナルで普通だよっていう人もいるかも分かんないですけど、分かりませんが、僕にとっては馴染みがないですね。カナル、はい、ということで覚えましょう。カナル、運がキャナルは運河でございます。はい、頑張って覚えます。ありがとうございます。勉強します。